です。いや、なんか、シャンマンになんか、ちょっとなんか迷惑かけちゃって、今回。すいません、本当に。申し訳ないです、なんか楽しみにくれてた人。本当にごめんなさい。なんか、シャンマン、やっぱり捨て頃、やっぱり出ないみたいで、なんか僕が出しゃばったせいでなんか期待させちゃって申し訳ないなと思って、本当にすいません。ごめんなさい、なんか。すいません。全部僕が悪いんで。ピニーさんどうも、ワドツです。申し訳なかったです、楽しみにしてくれてた人。ごめんなさい。すいません。なんかやっぱ、俺も、ね、なんか一般客っていうのは、レジェンドなんで。上田彩さん、アイテムありがとう。うん。便所さんには、LINE しましたよ。便所さんには LINE で話しました。うん。で、最終的には、便所太郎さんと、ちゃんまんが、電話で話し合って、って感じですね。僕、コメントで、ぜひちゃんまん来たら嬉しいな、っていうことを、書かせていただいたんですけど。すいません、本当に。なんか申し訳ないっす。いや、残念にさせちゃって、なんか、期待して、ね。申し訳ない、本当に。ふわっちから、ふわっち来ました。ありがとう、すちこさん。ありがとう。もしよかったらふわっち登録してください。お願いします。いやいやいや、俺が悪いんですよ。俺が悪いんですよ。本当に。俺が悪いんです。全部俺が悪いんですよ。申し訳ないです、本当に。いや、俺が悪いんじゃん、結局。なんかさ、ちゃんと、なんていうの。ちゃんと話を通すべきなのに、レジェンドだからさ、なんつうの、こういう扱いで、こういう出演とかってできませんかって、弁護さんに一言さ、言っておかなかった俺が悪いし、なんかね、なんか申し訳ないよ、本当に。申し訳ない、本当に。なんかごめんね、みんな。出演者として誘ったんじゃなくて、ちゃんまん来てくださいってお願いしたの。そしたら行ってやろうかっていう流れになって。うん、俺には決定権がないからさ、出演者なのか、観客席なのか、VIP 席なのかとか、俺決めることができないから、俺は弁所太郎さんに LINE を送って、ちゃんまんが、もしかしたら来てくれるって言ってるけど、電話してもらえませんかって言って。うん。そう。だから、ちょっと残念な結果になっちゃって、悪いことしたなと思って。リスナーさんに悪いことしちゃったよ。そうそうそう。シャンマンに見てもらいたいっていうことを言ってさ、ワド頑張ってるなって言ってもらえたから、シャンマンの前で戦いたいですって言って。そしたら行ってやろうかって言ったから、それで便所さんにバトンタッチした感じなんだけど、俺が原因だから、いや、でもやっぱ楽しみにしてた人多いと思うよ。本当に。シャンマンが生で見れるっていうかさ、やっぱ最近東京にいないから、シャンマン。みんなね、やっぱ見たかったでしょ。大阪に行ってから全然東京に来ないから。三社祭りから結構時間経ってるからさ。そう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 。まあそうなっちゃいますよね。一般人扱いかよってなりますよね。ケイちゃんこんばんは。いやなんか、ほんと恥かかせてしまって申し訳ないなと思って。すいません。そう。いや、今日の昨日でいろいろ2点3点あってさ。うさぎ番長いらっしゃい。いや、俺、ちゃんまんが来ないのはちょっと、なんか、ちゃんまんに恥かかせちゃったのがすげえ申し訳ない。ねえ、ステーキ投げた。え、ステーキ投げた？ちゃんまんに投げたの？見たい人多かったと思うよ。あ、そうだったんですね。
いや、一般かどうかっていう話はまだ出てないはずなんだけど、わかんない、それは。もしかしたらさ、ほら、便所太郎さんとちゃんまんの話の、話だから、俺はわかんない、その辺は。いや、俺が悪いんだよ、ドーナさん。俺が悪いんだよ、本当に。だって、俺が余計なこと言ったのが、今回のきっかけだもん。俺が余計なことを言わなきゃよかったんだもん。そう思わない？俺がちゃんまんに見てもらいたいとか余計なこと言ったからこうなっちゃったんだよ。俺のせいでしょ。だって俺が余計なこと言わなきゃさ、ちゃんまんに恥かかせることなかったんだから。いやー、なんか申し訳ない、本当に。いや、本当申し訳ねえよ。なんか、ねえ、サンマンのことをさ、なんか、サンマンがその叩かれる流れじゃないから、なんか、すげえ申し訳ない。そうだよね。何しにっていうのを具体的にしてから詰めるべきだったよね。ちゃんまんに、こういうポジションで来てもらえませんかって裏でやるべきだったんだよ。表でやったからリスナーさんも混乱しちゃったんだよ。全部俺が悪いんだ。いやー、なんか、申し訳ねえよ、本当に。申し訳ねえ、マジ。また恥、ねえ、また迷惑かけちゃって。いや、器の問題じゃないよ。だって、あんだけの大物ゲストで、あんだけ閲覧ある人なんだもん。3万悪くねえよ。3万全然悪くないでしょ。いや、悪いの俺だよ、本当に、今回。本当ごめんね、みんな。本当悪い。本当ごめん、マジで。いやー、申し訳ねえな、なんか。俺はさ、ちゃんまんをきっかけにね、俺、放送始めたのが、4年前なんだけど、ちゃんまんきっかけで放送を始めたんですよ。なんか、うなちゃんまんが、なんか、ちゃんまんが、YouTube の動画になってて、本当すいません、本当に。申し訳ない。本当に申し訳ない、マジで。ごめん、本当に、みんな。本当ごめん。俺が、シャンマンさんです。 俺がシャンマン、いや、ごめん、みんな、マジで。
俺が3万誘ったから。いや、マジでごめん。なんか いや、泣かない。大丈夫。泣かない。絶対泣かないから。俺がね、ザンマンのことさ、誘ったのが、いけなかったんだよ。メンゾ太郎さんとか、なんか、チンミナンの人とかすげえ怒らせることになって。こんなにさ、みんな、ジャンマンのこと見たいはずなんだよ。俺がちゃんとしっかりしてたら、俺がしっかりしてたらさ、本当にごめん。ごめんね、本当に。いや、俺が悪いんだよ。弁当さん悪くない。本当に。俺が悪いんじゃない。俺が悪いんじゃないって。俺が悪いんだって。俺が全部悪いんだよ。ごめん、本当に。なんか、俺、ちゃんまんが来るの楽しみにしてたから。いや、泣かねえよ。絶対泣かねえから。ほんとごめん。いや、ちゃんまんに会いたかったわ。うん。ごめんね。ごめん。うん、耐える。ごめん。シミダンの皆さんすいません。本当にすいません。僕のせいです、全部。全部僕のせいです。申し訳ないです。本当にすいません。愛用のメーカーは、愛用のメーカーはね、ロート製薬のアイストレッチです。ロート製薬のアイストレッチをお願いします。なあ、でもね、正直言っていい。まあまあまあ、置いといて、ちょっと正直言っていい。正直。その、まあまあまあ、その、まあ、ネタは置いといて、ガチレスしていいっすか？ちょっとまあ、小芝居とかふざけたのは置いといて。あのね、正直言うと、一般人扱いされたらちゃんまん怒ると思うよ。マジで。その、この流れで。イベント沸かせようっていう流れじゃん。イベント沸かせようっていう流れだから。うん。だから、正直なんかスペシャルゲスト扱いでいいと思うんだよね。いや、便所さんが悪いっていうわけでもないけど、なんか、その、なんて言うんだろうな。もうちょっと、その、急にその反応するんじゃなくて、リスナーさんの対応に。なんか、うなが行くなら行かないみたいな、多分、なんか連絡とかあったのかもしれないけど、もうちょっと、期間を置いてもよかったんじゃないかなと思って。みんなが落ち着くまで。いや、俺も、そこはね、話、なんか、ちょっと、本当に、ちゃんと話し合う必要があるんじゃないかなと思ってる。なんか、その、本当になんか、イベントに俺は必要な人だと思ってるから、うなちゃんまん。来たら絶対盛り上がるし。だけど、その、なんかその、一般人扱いは、ね、そうそうそう、スポンサーありきだし、うん、だしさ、ぶっちゃけな話だよ。ちゃんまんが来て喜ぶ人は多いのは事実だと思うの。ぶっちゃけた話。
見たいっていう人も多いと思うし、期待、これは期待度だと思うのね。行くなっていう人も、見たいっていう人も両方の意見があるっていうのは。これが、こういう風に荒れるのは3万ぐらいなんだよ、多分。うん。まあ、ゆいださんも盛り上がるよね、もちろん。金を選んだか。ベンゾさん今起きてんのかな？どうなんだろう。一般人扱いするわけないじゃん、俺らが。うん、金梅さんも喜んでたもんね。みんな嬉しいと思うよ、やっぱり。どうなんだろう。石川紀之さんが出ないって言い始めたの？今度。そういうわけじゃないでしょ。うん。いや、なんか、その、みんなで盛り上げるっていうさ、チャンマン自身が今朝言ってたのが俺すげえと思って、みんなで盛り上げようぜって言ってたのよ。ベンゾさんに電話してみる？ベンゾさん、放送やってんの？どっかで。あ、ベンゾさん、泥酔してんの？うん。酒飲んで寝てるか。うん。多分ね、スポンサーさんからの指摘があったんだと思うけど、なんか、その、なんかね、なんか、もっと、なんかあったんじゃないかなと思って、スポンサーさんに話を通して、ツイートなり、放送で話すなり。いや、多分ね、スポンサーさんに話は通したんだと、俺の予想思うの。ベンドさん、すごい慎重な人だから、そこは。ただ、その、アンチリスナーに対応したんだと思うの。あれは、だから、あのツイートをする前に、俺、ちゃんまんに一言声かけたら、こうならなかったと思うの。要は、なんかアンチが湧いてきちゃったから、絶対にそのゲスト扱いするけど、表向きは、そのツイートしていいみたいな。ちゃんまんにそこ、なんつうの。ちょっとこれパフォーマンスで、ほんとちゃんまん申し訳ないけど、絶対にイベントでは特別扱いするけど、アンチが湧いて出てるから、ちょっと抑えるためにツイートしていいみたいなこと言ったら、ちゃんまんは多分、ああ、いいよいいよ、みたいな。お前分かってるな、みたいな。評価が上がったはずなんだよ。多分ね、ベンゾさんが、チャンマンにチャンマンにツイートの件を言う前に、あのツイートがあって、チャンマンは、おい、一般人扱いかよ、っていうのが、あると思うの。多分この予想当たってると思うんだよね。多分ね、急いじゃったんだと思う、ベンゾさんは。ベンゾさんが悪いとかいう話じゃなくて、アンチとかスポンサーさんを沈下させないとみたいな、ここで揉めたくないっていうのがあったんだよ、多分。うん、俺もそうだと思う。ベンゾ太郎さんと、ベンゾ太郎さんしかいないと思う。ここでちゃんまんと話できる人は。そう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 。裏で交渉して、ちゃんとやってればならないよ、絶対。うん。うん。どうなんだろう。みんなはどうなの？みんな的には。もう今回なしでいいやって感じ。俺はもう3万のが、行かないって言うんだったら、俺はそれで、残念ですで終わりだよ。うん。俺が何かを言う立場じゃないから。来たらめちゃめちゃ嬉しいっすよ。レジェンドが来るっていうのはめちゃめちゃ嬉しいけど。そう、俺が全部悪いんですよ、パラライカさん。本当に。俺が余計なこと言ったからこんなことになっちゃったから。まあ、しょうがないよね。伸びしろねえよな。本当に。いや、謝罪しないとなと思って、その、馬バカさん。なんか、申し訳なくて、その、期待をさせてしまった人がいるわけじゃない。リスナーさんに、シャンマン来るよって言っちゃって、引っかき回しちゃったわけだから、それは謝らないとなと思ってて、その、シャンマンに恥かかせた件と、リスナーさん期待させちゃった件は俺が全部悪いと思ってるから、そう、残念だよ。そう、リスナーさんに残念な思いさせたのも俺のせいだからさ。ここは、もう本当に申し訳ない。すいません。ちょっとね、段取りが、俺がちゃんと裏で、なんかこう、3万をね、来てもらえませんかって言うんだったら、便所さんに話し通して、なんか VIP 席の一つでも用意してもらってから、3万に報告するべきだったよね。VIP 席用意したんで来てもらえませんかみたいなさ。
それができなかったわけじゃん、俺が。俺が、来てください、ちゃんまんって言ってさ。うん。いや、俺も嬉しかったっすよ。うん。うん。だから、俺の段取り不足だよね。うん。まあ、そうなんだけどね、今、泥酔してるみたいなんですよ。伝蔵太郎さんが。うん。だから、今、多分、放送見てないんだと思う。見たら、速攻電話かけてくると思うの。俺ちょっとちゃんまんに謝りてえな。なんかちゃんまんに謝りてえ、本当に。いや、単純に、俺が悪いよ、これは。今、連絡先知らないから、俺がちゃんまんに。の、俺が電話で謝罪すべきなんだよ。話も急だったじゃん。2点、3点しちゃったじゃん。で、リスナーさんにもさ、本来は、裏で話をして、便所太郎さんがスペシャルゲスト来ますって言って、枠を開いて、なんとうなちゃんマン来ます、こうですみたいな段取りを組むべきだったのに、その、なんつうの、急ぎで、その生放送中に電話でってやったらさ、話が絶対ずれるじゃん。今日の今日の話だから。うん。うん。これは絶対良くないよね。謝るなら早い方がいいけど、俺がちゃんマンの連絡先を知らないんですよ。うん。ちょっと待って。じゃあ、ちゃんまんにコメント打ってみていい？ちゃんまんにコメント打ってみていい？あ、今音楽切った？音楽切れてたら手挙げて。俺の声だけ聞こえて、音楽切れてたら手挙げてください。そしたら俺、ちゃんまんのところにコメント打つから。お、音楽は切れてる？音楽切れてる？じゃあ、ちゃんまんの枠見てみよう。ちょっと待って。あ、ごめんごめん。今、3万のとこでコメント打ってる、今。ごめんね。
なんか、しんみりしちゃったな。マジか。マジか。残念だな。残念だけど、すいませんでした、リスナーさんも本当に。申し訳ありませんでした。すいませんでした。すいません。いや、もう申し訳ない、本当に。全部自分の責任です、本当に。いや、すいませんでした。軽率でした。いや、すいませんでした、本当に。いや、すいません、本当に。自分のせいなんで、申し訳ないです。なんか、すいません。申し訳ない。いや、便所さん悪くないと思うよ、正直。っていうか、なんだろうなぁ。なんか、誰が悪いとかじゃなくて流れなんだと思うよ、いろんな。なんか残念だけど。俺もマジでちゃんまん見たかったけどなぁ。まさか今日の今日でこんなことになるとは思わなかった。昨日の今日っていうか。昨日の今日でこんなことになるとは思わなかった。いや、見ました。キャバの黒服さん。いや、うん。いや、俺が悪いです。本当にすいません。申し訳ないです。すいません、引っかけましたって。期待させちゃって。残念ですね。まあでもね、ちゃんまんが行かないって言ったらちゃんまんは行かないから。ちゃんまんは絶対ブレないから。ちゃんまんは配達場絶対飲まないし。そうっすね。なんていうか、もうちゃんまんが行かないって言ったら絶対来ることはないんで。もうこれで勘弁してください、本当に。ね。誰が悪いっていうか、俺が悪いっす、本当に。誰とかじゃなくて。自分が、段取りを組めなかったんで、軽率に来てくださいなんて言っちゃって、ね、相手の立場も考えずに。申し訳ないっす。いや、でもね、一般人扱いかよってなるよ。いや、シャンマンはね、まあ、この状況だったら行かないってなっちゃいますよ、絶対。レジェンドなんで、やっぱ佐野さんは。ちょっともう俺が手に負える問題じゃなくなっちゃったんで。すいませんでした、本当に。いや、なんか、シャンマンに恥かかせたの自分なんで、ケイチュンさん。ほんと申し訳ないです。いや、多分ね、便所さんはもう朝一で速攻電話すると思うよ、起きたら。俺からも状況は LINE で伝えておく。だけど今起きてないんですよ。多分泥酔してるっていうコメントあったんで、絶対に、電書場と飛んで起きてたら、多分リスナーさんからバンバン LINE とか Twitter の DM とか言ってるはずなんで、起きたら速攻ちゃんまんに連絡すると思います。いや、申し訳ないです、本当に。すいませんでした。あ、花火ありがとうございます。すいません、本当に。なんか、恥かかせてしまったのは自分なんで。なんかすいません、本当に。恥ずかしいですね。もっと VIP 席とか用意したりとか、なんかポジション用意して、もっと、話すべきでした、僕は。LINE できるなら、了解です。僕、メッセージ送っておきますね、多分。便所さんも、もう、今日起きることないんで。コレコレさん、俺、つながりないから、カルシウム。コレコレさんとつながりが全くないから、俺、そんな力ないよ。
アドは結構ニコ生とか昔の配信者リスペクトしてるじゃん。そうっすね。サメ島さんとか、やっぱリスペクト、みどりさんとかね。自分が誘って出てくれたら嬉しかったんだろうよ。いやー、だってね、俺、チャンマンキックけど放送入ってきたからね。うん。いやー、そうっすよね、亀蔵さん。ほんと申し訳ない。ちょっと声聞いて泣いました、僕も。申し訳ないことしたなと思って。俺がね、軽率に朝のコメントで来てくださいなんて言わなきゃよかったよ。そうだね、頑張れワドって言ってもらえたから勝つよ。やっぱ、便所さんも、そう、朝泣きそうになってたっぽいんですよ。チャンマン来てくれるっていうことで。で、多分アンチが湧いて、その、放送来る人からクレームが入ったんでしょう、多分。チャンマンのアンチの人がいて、金出してる人とかに。で、なんか、来るなら俺降りるわとかで、多分ツイッターでそれで対処したんだと思うよ。あの、ゲストって出演者じゃないですよ、みたいな。安心してくださいね、みたいな。だから、タイミングが、その、全部悪いんだよ。便所さんが寝てる時とか、ちゃんまんが寝てる時とか、そう。もう今朝の話で、全員タイミングが噛み合ってないだけだと思うの。うん。最後のマイクパフォーマンスは便所さんだろうね、多分。いや、俺、サメさんも、やっぱキャリア長いし、可愛がってもらってるんで、俺好きっすよ、やっぱ。いや、なんか期待裏切っちゃったんで、怒ってるっていうよりも期待させんなよっていうのは正直ありますよね。あの、ワドウが余計なこと言ったせいでなんかこっち期待させちゃった、期待しちゃったんじゃねえかよ、みたいな。まあ、大統領にエコノミーはないっすよね。いや、ね、ベンチョさんはね、正直ね、利用しようとかじゃないと思うよ。普通に嬉しかったんだけど、多分その、リスナーさんの対応と、スポンサーさんの対応に追われて、早く対応しないとっていう感じだったんだと思う、正直。だから、あの、2、3日、その、様子見てればよかったんだよね、そこは。うまーく。うん。うまーく様子見てればよかったんだと思う。でも、便所さんの気持ちもわかる、俺は。うん。まあ、そうだよね。シャンマに、こういう状況でアンチ湧いてるとやりづらいから、こういうツイートしていいみたいなのはあったら、あ、いいよ、みたいな、うん。ちゃんとゲスト扱いだからって。怒らないで、みたいな感じだよね、うん。前もってツイートする前に、こういうツイートをするけど、これはシャンマンに向けてじゃなくてっていうのはあった方が良かったかもしれないよね、うん。いや、メゾさんは嬉しいはずだよ。俺だって裏でシャンマン来ねえかなってずっとみんなの話題だったもん。やっぱり、その立ち上げの時ね。捨て頃立ち上げの時に、便所さんやっぱ、シャンマン来たら盛り上がるねっていう話はみんなずっとしてたから。だから俺らはこんだけ喜んだわけじゃん。ツイートをする前に、なんかシャンマンに一言、その筋を通すじゃないけど、その、あくまでもこれはパフォーマンスとして、興行として仕方ないことなんだみたいなことを言ったらシャンマン怒らなかったと思う。シャンマンも恥かかなかっただろうし。そうだね。個人で頼むべきだったね。でもそれはさ、俺がそれやっちゃうと、ロハコさんに対して今度失礼な行為だから、一人までなんですよ、セコンドは。一回決まったもんを変えることもできないさ。申し訳ない、ほんと。いや、俺が原因だからな、全部。ちゃんまんね、あの、捨て頃来ないことになって、申し訳ない、ほんと。多分、便所さんも焦って、早く対応しないとっていう部分があったんだと思うよ。俺、便所さんの気持ちはわかるもん。だから、あれだよね。俺が便所さんと話すべきだったんだよ。VIP 席用意できませんかとか。でも、その、ガッチガチに固めてから、こういう席を用意したんで、3万出ていただけませんかっていう。ねえ、その、そういう運び方が俺ができてたら、便所さんも大成功、ちゃんまも気持ちよく大成功、リスナーさんも大成功、みたいな。段取りがダメだった。そうっすね。はい、練習に集中します。ゴンさん、ありがとう。そうっすね。ちゃんまにも勝てよって言ってもらえたんで、頑張ります。
うん、あー、椎名さんすいません。うん。ちょっと朝から2点3点してて、でも結局その段取り不足なんですよ。僕が。原因は。ネタとかじゃなくてこれは。そうですね。うん。でもまあ、ちゃんと誠心誠意話したら、スポンサーの人も分かってもらえると思うんだよね。やっぱレジェンドだから、ありだとは思うけどね。うん。そうだね。金閣寺さんありがとう。うん。はい。まあそういう結果になってしまいました。すいません。うん。まあ練習頑張ろう。うん。俺も走らないと。もう2時だ。ずーっと放送やって、ね、遊んでばっかりいるから。ちょっと40分ぐらい走ってみます。走ってきます。そうだね。本当にそう。だから俺が、便所さんに雑に伝えちゃったのよ。シャンマンの放送今見てくださいって LINE 入れて、来るって言ってますよ、便所さん電話してくださいっていうのが雑だったんだよ、まず。もっと順を追って段取り、今電話してくださいって、電話でだとざっくりになるじゃん。来てくれんのって、やべえ嬉しいって、ああゲストでマイクパフォーマンスさせろよ、いいっすよって。でもいいっすよってなったら、今度便所さんが悪いわけじゃなくて、スポンサーさんも腹立つじゃん。ちょっと待てよって。段取り決まってんのになんでお前勝手に決めてんだよってなるし。だからどっちの顔も立てないといけないから。だから俺が、今電話してくださいって言ったのが間違いね。そもそも。うん。練習頑張ります。当日、ちゃんま、ディスらないよ。絶対にディスらない。ちゃんまそんな人じゃないよ。いや、俺もしちゃんまんが捨て子のことディスるなんてありえないから。それは責任持つ。絶対にそんなことしない。シャンマンは。シャンマンはスポーツマンだから。あんなにスポーツを愛してる人いないんだよ。こんなに一生懸命やってて。ありがとう。YouTube ライブね、頑張ります。花火ありがとう。シャンマンは絶対ディスらないよ、この先。イベントのこと。そんなわけがない。断言できる、俺は。シャンマンはそんな人じゃないです。うん。吐いた唾、絶対飲まないから。あんなに有言実行してる人俺は見たことない。うん。だから、ちゃんまんが捨て頃のことをディスることはありません。絶対ないです。うん。応援してくれるよ。一度行くって言ったぐらいだもん。うん。それは僕は責任を持って言います。うん。そうっすね。便所さんにお任せします。はい。うん。そうっすね。まだまだっすね。まだまだなんで、残り時間限られてるんで。そうですね。走ってきます。じゃあ皆さん、トレーニングに行ってきます。すいませんでした、本当に。ありがとうございました。トレーニング行ってきます。お疲れ様です。また明日放送やるんで見てください。ありがとうございました。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんねん、もう。